10月11日、春日井市総合体育館で平成30年秋巡業大相撲春日井場所が開催されました。これは市政75周年記念事業として地域活性化とスポーツの振興を図ることを目的に大相撲春日井場所実行委員会が開いた催しです。春日井場所限定グッズの販売や力士の握手会が行われ、開会前から多くの来場者でにぎわいを見せました。お相撲楽しみ、初めてなんで、すごい楽しみにします。御嶽海関が出るので、ね、とても楽しみです。盛り上がってて、すごいワクワクしてます。栃ノ心頑張れ。この催しでは横綱をはじめとする幕内力士やその他有名力士を間近で見ることができます。力士が土俵入りすると会場には大きな歓声が響いていました。横綱鶴竜、主催者挨拶で実行委員会委員長を務める春日井商工会議所の松尾貴則会頭と伊藤太春日井市長が来場者へお礼の言葉を伝え、幕内の取り組みが始まりました。これより三役揃い踏みです。観客の期待が高まり、力士の皆さんに大きな拍手が送られていました。まずは関脇御嶽海と大関栃ノ心の取り組みです。続いて大関豪栄道と大関高安の取り組みです。千秋楽結びの一番を目前に会場の熱気は最高潮。横綱鶴竜と横綱稀勢の里が真剣勝負を行いました。心技一体の迫力ある取り組みで会場に訪れたおよそ3500人に感動と勇気を与えました。次回の春日井ステージよりは春日井祭りをお送りします。お楽しみに。